皆さんおはようございます、今時刻は6時20分になったところなんですけど、クラブハウスに到着しました、今日はですね、今クラブハウスはもう誰もいません、今日はですね、アウェー長野の遠征ということで、まあ明日長野パルセイロと試合があるんで今日から長野に向けて、移動日なんですけど、カメラを回させてもらってます。メンバーに入ったらね、その様子なども撮っていきたいなと思ってるので、皆さん誘ってんじゃ TV 今夜もよろしくお願いします。それでは練習に行ってきます。さあ今から練習が終わってランチタイム、太陽と月のランチをお弁当をいただきます。見てください、頑張れ愛媛牛。そしてこの似顔絵、サッカーボール蹴ってんのかな、嬉しいですね。美味しくいただきます。今空港の方に到着しました、これから松山空港を出発して羽田空港に降り立って、羽田空港からバスで、長野に向かうというスケジュールなんですけど、今日も非常にハードなスケジュールになってます。今日も練習終わってね、結構バタバタな移動で空港まで到着しましたけど、ここからもまた長い道のりなんですけど、しっかりいい準備をして移動したいなと思ってます。それでは皆さん出発します。出発進行、行ってきます。今から出発です。タカちゃん、タカちゃん、なんで今からこのメンバーで出発です。意地悪のモテ。Thank you.
今2時前1時55分、無事に羽田空港に着きました。これからバスで、長野の方に向かいたいなと思っております。バス移動がだいたい3時間半ぐらい予定してるんですけど、結構長旅になるので、しっかりバスの中でもリラックスして、移動したいなと思ってます。出発703703。気をつかれ。タイガなんぼ4、隣遠いね、橋やね。おお、バンバン、See you。あれ703。じゃん、今日のお宿はこちらです。わあ、ちょっと待ってくださいね、電気つけないと。お、めっちゃ広いぞ。なんかじゃん、おー、グーホテル、めちゃくちゃビッグスペース、大きい。いやー、いいホテルですね。快適に過ごせそうなホテルです。今日はどっちのベッドで寝ようかなっていう。困っちゃいますね。こっちに寝ようか。こっちに寝ようか。それともこっち。いやいや、こっち。それともソファ。いらないね、そういうのも。いやー、いいホテルなんでゆっくり過ごしたいなと思います。皆さん、今時刻は5時半を回ったところです。無事に長野のホテルに到着しました。羽田空港何時だろう、2時前かな、2時前に出発して、だいたい3時間半ちょっとバスに揺られて、羽田空港から長野に到着したんですけど、まあ、今日もね、非常に、まあ、移動的にはハードだったかなっていうのを感じましたね。まあ、バスがねやっぱり長いとどうしてもね、移動が多少疲れる
ところはあるのかなっていう感じがしますね。でもまあ無事に着いたんでね、まあホテルも非常に広くて、のんびり、ゆっくり過ごせそうなんで、まあしっかり疲労回復に努めたいなと思ってます。6時から夕食なんで、20分ぐらいあの時間ありますけど、まあ身支度をして過ごしたいなと思ってます。ちょっと部屋から見る景色もいい景色なんで、ちょっと皆さんに見てもらいたいなと思ってます。ちょっと待ってくださいね。部屋から見える景色はこんな感じです。外の景色はこんな感じですね。ズドーン、いい景色だこれは。もうインターからすぐ出たところのホテルなんですけど、非常に大きいホテルですね。はい、見晴らしもいいし、非常に気持ちいい眺めになっております。スタジアムも見えるな。ここ皆さん見えます？ちょっとアップにしますね。ここ正面が多分長野パルセイロのねホームスタジアムだと思いますね。ホテルからスタジアムも近いんで、まあ、移動も楽ですね。はい、部屋から見える景色は皆さんこんな感じです。いいロケーション、グッドビュー。今時刻は6時前なんですけど、これから夕食なんで、夕食の方に向かいます。いつもどんなご飯がね、夜並ぶのかってワクワクするところがあるんですけど、今日も楽しみです。しっかり食べて栄養をとっていきたいなと思います。食べるぞ、バグバグ食べるぞ、食べちゃうぞ。ちょっと取りすぎたかな、なんか。ね、もう小学生みたいな。確かに。ご飯とパスタ。皆さん今、夕食から戻ってきました。お腹いっぱい。お腹がね減りすぎて、ご飯も大盛り2杯食べて、取りすぎちゃった感はねあるんですけど、なんかねお腹が減ってると。僕の森脇のこう悪い癖というか、ちょっと取りすぎちゃうところがあるんですけど、完食してきました。くーお腹いっぺーっていう感じですね。まあこれからちょっと治療まで、もうちょっと時間があるんで、ゆっくり胃の方を休めたいなと思います。ごちそうさまでした。ありがとう長野の夕食。今から治療に行ってきます。ババじゃん。なサウソテンジャン TV いいじゃない。もう大ファンだね、森脇亮太のね。今日も治療よろしくお願いします。よろしくです。今治療から帰ってきました。トレーナーさんもね、疲れてる中、一生懸命体のメンテナンスをしてくれました。僕ら選手は本当ね、明日頑張らなくちゃいけないなっていう、そのねトレーナーさんの頑張りにも応えなきゃいけないなっていうところをものすごく感じてますね。もう本当に疲労回復できたんで、今からホテルでゆっくり過ごしたいなと思っております。皆さん森脇の入浴タイム、セクシームーディーセクシームーディーセクシー。皆さん興奮しないでよ。なんか画面の向こうから興奮するかボケーっていう声がね聞こえてきそうですけど、怖いですね。なんかね、なんか結構誘ってんじゃん TV 見てくださってる方とか、愛媛 FC の、ファンサポーターとかね、結構お会いする時ある時に、
結構お風呂動画楽しみですとか、いう声をいただくんですけど、ありがたいですよね。とは言っても3人ぐらいかな、声をかけていただいたのは。なんでね、お風呂動画も皆さんあんまりこんなシーンいらねえよって思ってるかもしれないですけど、ちょっと3、4人ぐらい、いるよっていう方もいるんで、動画を回させてもらってますけど、まあ、これ以上ちょっと動画を回すと、チャンネルをねブチって切られても、もう見てられねえブチっていう感じでね、多分皆さんチャンネルを切るかもしれないんで、ちょっとそれが怖いんでこの辺で失礼したいなと思っております。今日もお風呂に入ってゆっくり疲れを取り除きます。セクシームーディー、セクシームーディーになった、ムーディーか、ムーディーでセクシームーディー。皆さん今時刻は10時半を回ったところなんですけど、これから睡眠に向かいたいなと思います。今日もね、長い移動だったんで、しっかり睡眠をとって明日の試合にいい状態でね臨めるように、いい睡眠をとりたいなと思ってます。それでは皆さん、また明日カメラを回させてもらいます。皆さんおやすみなさい。グッナイチュ。皆さんおはようございます。髪がボッサボッサだ。今8時、時刻は8時半なんですけど、これから朝食の方に向かいたいなと思います。ちょっと髪の毛をね整えて朝食に向かおうかなと思ってます。ぐっすり夜は寝ることができました。これから朝食をねもりもり食べて、朝の栄養をつけていきたいなと思います。行ってきます。朝食から戻ってきました、朝食なんですけどめちゃくちゃ美味しかったですね。本当に種類も、たくさんあって、品数もね多くて本当に美味しいご飯を朝からいただきました。全体をね取りたかったんですけど他のお客さんもねたくさんいたんで、取れなくて申し訳ないんですけど、森明が盛り付けした、ご飯のメニューで美味しさが伝わればいいなと思ってます。朝から本当に美味しいご飯をたくさんありがとうございます。ごちそうさまです。ちょっと部屋に戻ってきたんで、今日の長野の様子を皆さんに見てもらいたいなと思ってます。じゃん、天気もいい天気ですね。ピーカンデリっていうピカーンっていう感じじゃないんですけど、天気が良く気持ちいい朝ですね。はい、今日も、夜ナイターでの試合ですけど、一日ホテルで、過ごしながら試合に向けて準備を重ねていきたいなと思ってます。いやー、しかし部屋から見る外の景色は非常に素晴らしいです。今時刻は11時になったところなんですけど、これからチーム散歩に行っていきたいなと思います。長野のいい空気を吸っていきたいなと思います。行ってきます。散歩と昼食を食べて部屋の方に戻ってきました。本当ね、長野の散歩なんですけど、まあ山に囲まれて、結構なんて言うんですかね、空気もね、美味しくて、なんてこう夏なんですけど、夏じゃないか、もう9月の、今日は2日なんで、もう夏は終わってますけど、まあ日差しもねそこまで強くなく、風もちょっと涼しくてね、気持ちいい散歩ができたかなっていう感じですね。はい、昼食もね、お腹いっぱい食べてきました。これから次は軽食か、軽食まで、また時間があるんで、ちょっと昼寝をね、したいなと、
しっかり仮眠をとってパワーをねさらにつけたいなと思っております。これからゆっくり過ごしたいなと思います。今時刻は2時15分頃なんですけど、試合前最後の食事ということで、試合でねエネルギーをしっかり出せるように軽食の方をとっていきたいなと思ってます。それでは行ってきます。皆さん今時刻は3時を回ったところです。これからミーティングをして、試合会場に向けて、出発します。今日は長野パルセイロとの試合になるんですけど、まあ、9月入って最初の試合、ということで非常に重要な今日は1試合じゃないかなと。もちろんね毎試合毎試合重要であることは変わりないんですけど、僕の中で9月はものすごく重要な1ヶ月になるというふうに思ってるんで、その一発目の最初の試合必ず勝利をね、もぎ取って愛媛の方に帰りたいなと思ってます。まあ森脇途中から出場するのかどういう状況か分かんないですけど、とにかくチームのためにしっかり戦っていきたいなと。途中から出ることがあればチームの役割をねしっかり果たして自分の持っているものを全て出したいなと思ってます。今日もたくさんの方が愛媛のね、ファンサポーターの方は長野まで来て、僕ら選手をサポートしてくれると思いますけど、そういう方たちと共に最後は勝って喜びを分かち合えるようにしっかりプレーしていきたいなと思います。それでは皆さん行ってきます。頑張ります。負けられないぞ。頑張るぞ。Yeah.
皆さんお疲れ様でした、長野のスタジアムです。ドーン、ちょっと一周回りますね。めちゃくちゃいいスタジアムでした。ここも本当に素晴らしい臨場感あふれるピッチだったなと。長野の選手もリカバリーしてますけど、本当にここで今日は白熱した90分が行われたっていうところですね。あの結果は今日は1対1で、引き分けたんですけど、まあ、相手に、ね、押し込まれる時間帯っていうのもたくさんあった中で、まあ、なんとか勝ち点1をもぎ取って、帰るっていう内容だったのかなと、まあ、正直に話せばね、そういうところかなと思ってますけど、でもその中でも選手は本当にタフに戦って、90分間ファイトしたなっていうところですね。この勝ち点1っていうのはものすごく僕にとったら、ポジティブな勝ち点1だというふうに捉えてます。あのこうやってね、今散々熱弁しましたけど、森脇今日は1分も出てないっていう、1分も出てないっていう感じなんですけど、まあ、ベンチから見てて、チームの、ね、頑張りには僕自身も非常に刺激を受けたっていうところですね。はい、また今日の、ね、勝ち点1を本当次のホームである沼津戦に、ね、しっかりつなげられるようにまたみんなで1週間準備していきたいなと思ってます。本当に皆さん素晴らしいスタジアムでした。本当 J3 の中ではトップクラス、あの1位2位を争うスタジアムじゃないかなと思ってます。声のね、ファンサポーター両チームの声も非常に響いてて、ものすごいいい雰囲気の中ゲームをやらさせてもらったなっていうところですね。はい、ということで長野のピッチスタジアムはこんな感じでした。またチームに戻って頑張ります。ライトも消えて早く帰れよ森脇っていう言われてるのかな。また皆さんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。フロントのナイスゴール。大丈夫、ポジティブよ。もう言うた。ナイスファイト。いいファイト。戦ってるね。いただきます。どうぞ。いっぱい食べてよ。栄養つけて。今ご飯を食べて部屋の方に戻ってきました。これからはまあフリーな時間というかね、部屋でゆっくり過ごす時間なんですけど、まあ、今時刻は10時前なんですけど、まあ、明日もう7時過ぎの出発なんで、今日もねゆっくり休みたいなと。また明日は帰って移動して帰ったら練習試合が入ってるんで、そっちもね僕にとっては重要なんで、しっかり今日はね休養にやってたいなと思っております。ということで、皆さんまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。グッナー。皆さんおはようございます、時刻は今7時前6時50分ぐらいなんですけど、これから朝食の方に向かいたいなと思います。朝食を食べたらそこから羽田、空港にバスで、向かって、で羽田には昼前かなに到着予定なんですけど、羽田に着いてそこから飛行機で松山空港の方に帰りたいなと。まあ移動も結構ハードになってくるんでね、しっかり疲れが残らないようにたまらないように移動していきたいなと思ってます。今日は移動した後にも帰ってから練習試合が入ってるんで、
そちらもね、怪我しないようにしっかり準備を整えていきたいなと思ってます。それでは皆さん朝食に行ってきます。ロイヤルホテル長野もいいホテルでした。素晴らしいホテルでしたね。ご飯も美味しくて、はい、部屋もね、広々で、ゆっくり過ごすことができました。ありがとうロイヤルホテル、そして長野、 Thank you。エラーも揺れちゃってるもういやエラーは固定されてるのよ、うん、骨だから。これから飛行機で松山に戻ります。Gracias.
皆さん今無事に松山空港に到着しました、時刻は今2時15分になるところなんですけど、長野を出たのが7時20分なんで、何時間だ、5時間6時間まあだいたい8時間7時間8時間移動っていうところですかね。はい、これから練習場の方に向かって、練習試合があるので、そちらの方に備えたいなと思います。とりあえず練習場の方に向かいます。皆さんお疲れ様です。今時刻はもう7時前なんですけど、無事練習試合も終えて、今日は家の方に帰ってきました。今回の長野遠征、もう非常にハードな移動であったことは、間違いないですし、移動してからの、ね、練習試合も、あったんで、非常にタフなスケジュールになってましたけど、なんていうんですかね、怪我もなく過ごせたっていうのは自分の中で、ポジティブだなって思ってます。明日はね、チーム練習は休みでオフになるんですけど、今回溜まった疲れをね、しっかりと取り除いて、明後日からの練習をね、また 100% でフルスロットルでできるように、しっかり回復の方に努めたいなと思ってます。この動画が回る、次の試合はね、非常にまた重要な沼津戦、大事な大事なホームゲームが待ってるので、しっかり勝利を収められるようにまた1週間準備していきたいなと思ってます。今日も誘ってんじゃん TV をご覧になっていただいた皆さん、本当にありがとうございます。また誘ってんじゃん TV の応援の方よろしくお願いします。本当に皆さんの応援がね、僕たち誘ってんじゃんチームにもものすごく力になってますので、コメントとかいいねとか、いろんなところの SNS で、コメントとかね、応援メッセージを送ってくれるとありがたいです。引き続き誘ってんじゃん TV をよろしくお願いします。今日も皆さんありがとうございます。バイバーイ。